警告になりましたので、ただいまから説明会を始めたいと思います。本日はお忙しい中、説明会にお集まりいただきありがとうございます。私が市長室長しております宇野間と言います。よろしくお願いいたします。私からは今回の説明会の趣旨を説明させていただき、その後担当から詳細な説明をさせていただきます。先に行いました説明会では、防災集団移転制度の概要を皆様にお示しいただきしました。その際にはおかげさまで皆様より事業の導入に対して賛同いただくことができたものと理解しております。その後個別の相談会、聞き取り調査などを行い、皆様方の意向を確認して詳細に検討を行ってきたところです。本日の説明会ではそれらを踏まえ、事業導入が可能な区域を示させていただくことを予定としております。しかし防災集団移転を希望しても区域に入れない方も出てきております。すべての方の意向を満たすことはこの事業では難しい課題となっております。そうした方々に対しても市長が何らかの支援を検討することを指示されております。皆様の合意が得られ、防災集団移転事業の国の同意が得られましたら、併せて区域外の方々の住宅再建の支援を考えてまいります。いろいろな希望をお持ちであるとは思いますが、この復興事業の実現を果たすためには何にも増して、まず皆様の合意をいただき、ご理解ご協力がなければ進まない事業であります。このことをお願い申し上げまして、説明会を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。申し訳ありません、別の公務が先に予定が入っておりまして、今日出席となっておりますので、すいません、よろしくお願いします。人のいないことで喋っても何になるんですかね。説明を聞いてご質問とあれば、それを受け付けて回答したいと思いますので、とりあえず説明の方をよろしくお願いします。それでは続きまして、企画政策課矢作よりお手元の資料に従いまして、木曽原地区の防災集団移転についてご説明申し上げます。なおご質問等は後ほど一括してお受けいたしますので、よろしくお願いいたします。企画政策課長の矢作でございます。私の方から本日の防災集団移転の事業の方針、市の方で検討を行いました、その結果についてご紹介をしたいというふうに思っています。本日説明する内容を画面の方に出しております。最初の1番目で、伊豆原地区の移行確認書の集計結果、これをご報告いたします。また2番目としまして、防災集団移転を予定する区域、すなわち災害危険区域の指定の予定区域、これをご報告したいと思います。そして3番目で、各移転移行別の対応を説明したいと思っております。で、4番につきましては3番の詳細な説明ということで、各移転移行の別に細かく説明をしていきたいというふうに思っております。それで最後に5番としまして、今後のスケジュールの目標ということで、これもこれご説明させていただきたいと思います。では失礼ですけど座って、説明させていただきます。で、この説明の前にちょっと最近の話題としてトピックを一応ご報告しておこうと思いまして、1点だけ、ご説明いたします。去る7月17日復興大臣としてはこれまでで初めて、根本復興大臣が茨城県の方にお見えになっております。で、その際には茨城県で行っている、防災集団移転、これをぜひ見たいというようなことで、この伊豆原地区、それと枚方地区、ここをご覧になっております。その際には大臣は強力にバックアップしたいというようなことでございまして、もし事業化がなされれば、予算的な面でバックアップするということを言っていただいておりますもので、何としても事業の成立にこぎつけたいというふうに我々は思っているところでございます。そういったようなことで、順次説明をしていきたいと思います。最初が移行確認書の集計結果でございます。移行確認書を提出、もしくは区域の周辺で電話等で移行確認をした方が66本ございました。つまり磯原町の中で66個の方から正式な意向を伝えておりますいただいております。
ご協力グループに対して感謝を申し上げます。その状況については表の1段目ということになっております。磯原町の中で意向を寄せていただいた方が全体で66ということでございました。そのうち移転の希望につきましては、戸建ての集団移転が5、災害公営住宅の希望が23、個別の移転の希望が17ということでございました。一方で、継続居住の希望が12といったようなことで、意向が寄せられております。こうした意向を踏まえまして、確認を、対象区域市が検討しました案でございますけれども、その中の個数が39個ということで、前回の説明会で31個というような区域を示しましたけれども、8個ほど補助制度の中で拡大が可能だろうというふうに整理をしまして、今回提示しようというものでございます。その39個の中の打ち上げが2段目ということになっております。全体の個数が39、移転の希望が、戸建ての集団移転が3、災害公営住宅が16、個別の移転が14ということで、この移転の希望の合計は33個ということで、39個の中に占める割合は 85% と高い数字になっております。一方で継続居住についても2、検討中も3、こういったような数字も上がっているところでございます。この結果を踏まえますと、移転の意向がかなり強い地域ということ、それが一つと、あとは同じ箇所に移転を見込める方が災害公営で16ということが出ておりますので、一定の希望を満たすというようなことから、国の補助事業の採択がかなり有望である見込みがあるというふうに我々は掴んでいるところでございます。それでこちらが市が検討した結果、国の制度の下で採択が可能であろうというように整理をしたエリア、つまり国との協議に向かいたいと考えているエリアでございます。判例でございますけれども、赤い太い線の中で囲まれた区域、それが確認後の転対象区域の案ということでございます。で、下の赤いハッチの部分、赤い塗られた部分、これにつきましては前回の説明から拡大をした区域案ということでございます。この拡大の検討の手順でございますけれども、災害の度合いの特に大きな区域、それが前回示したエリアということを考えておりまして、これを当然ながらベースとして考えております。このベースの区域から制度の許す範囲で拡大可能なことということで、条件2つほど満たすものについては拡大を行ったというそういう整理をしております。条件の1つ目がベースのこの中心の区域と危険度がほぼ同じであるということ、それが1つ。条件の2つ目がこの中心の区域と連続しているつながっているとそういう区域、これにつきましては拡大をすることができるだろうというようなことで判断をしております。それ以外の各地につきましては検証したのですけれども、そういった条件を満たしておりませんでしたもので、対象区域に入れることはできないだろうというようなことを判断せざるを得なかったところでございます。確認していきますと、ここのところは中心の部分のこの元の前回の説明会で示したエリアの中の各地と同じ各地でありましたので、拡大をしております。ここも同じです。で、ここの区域とここの区域につきましては危険度が同等かつ元の区域と連続しているというようなことで、拡大が可能ということを見込んで、今回拡大して皆様方に今お知らせしようとしているところでございます。このようなことで31個、前回の説明会で示した区域は31個の区域だったんですけれども、今回は39個の区域ということで拡大をして、国との協議に向かいたいということで、皆様方に今お示ししているわけでございます。続きまして、次の画面に、各移転、の一方別の対応でございます。予定する事業区域の中の方、それと外の方について分けて説明をしたいと思っております。まず区域の中の方で移転を希望されました方のうち、災害公営住宅を希望される方、こうした方につきましては優先的に中郷地区の災害公営住宅で入居するというような、そういう方針でいきたいと考えております。それから2段目、集団移転の戸建てを希望された方、区域の中で3件ほどおりましたけれども、こちらにつきましては、
個別の意見希望者と同様の対応を予定というふうに書いてあります。これは何よりも三権という規模では、国の考える集団での意見というものに適合しないということ、それと個別意見の方と比べましても受ける支援の内容は同じになる、あるいは新しい移転先を行政が選ぶのか、あるいはご自身で選ぶのかという、ただそれだけの差ということもございますもので、お願いなのですけれども、戸建ての集団移転を希望された方は個別の移転というつもりで今後臨んでいただきたいということをお願いしたいと思っております。3段目、個別の移転を希望された方、こちらにつきましては個別に移転先を検討していただくというようなことになります。ここまでの3段目までの方につきましては、用地の買取という支援がございます。続きまして4段目が、一方で現地へ継続して残りたいという方でございます。こちら今後の住宅整備に規制自体はかかってまいりますけれども、今の住宅に住むことは可能でございます。そして最後一番下でございますけれども、また今回の結果の結果どうしても区域外と整理せざるを得ない方、こうした方につきましては別途に支援を検討ということで、こうした内容につきましてはまた後の画面の方で詳しくご紹介をしたいというふうに思っております。順に先ほどの3番の内容を個別に説明していきたいと思います。最初の画面が災害公営住宅への入居を希望される方への支援ということでございます。この防災集団移転事業では、移転先、災害公営住宅の移転先を中郷地区の災害公営住宅ということで指定をしたいというふうに思っております。こちら建築場所は上桜井の市営住宅団地、団地の跡地ということで、中郷第一小学校ですとか左右の近くでございます。建設の規模は RC 造りの4階建て、戸数が32戸という保有住宅計画の中に移転をするということを指定したいと思います。こちらの災害公営住宅、県の想定では史上最大クラスの L2 という大きな津波が来てもここまでは浸水が来ないという、そういう場所への建設箇所ということになります。ここへ優先的に磯原地区の防災集団移転促進事業の区域の中の方で希望される方は移転をしていただきたいというふうに思っております。なお一点だけはこのお断りをさせていただきますけれども、前回の説明会の資料で、磯原地区の防災集団移転の災害公営住宅を希望される方については、磯原の駅西地区へ、追加建設することを検討しているといったような旨を、申し上げております。しかしながら現在のところ我々が掴んでおります市内全体の災害公営住宅の希望の個数、それから見まして今のところは追加で建設する必要はないといったような、そういうような検討の結果に今のところはなっておりますもので、追加の建設の予定は現在白紙全くないということでございます。そうした中で、3カ所計画しております災害公営住宅のうち、磯原地区に最も近い箇所の中郷地区の災害公営住宅について、移転をしてもらうというのをこの移転の関西ということにしたいと思います。続きまして区域の中で集団移転を希望する方を含みまして、個別移転を希望される方への支援でございます。3点ございます。まず1点、宅地については市による買い上げが可能ということになっております。希望しない場合には買い上げは行いませんけれども、希望される場合には買い上げを行うというようなことになっております。それから2点目、今後移転により住宅を建設購入する際に借り入れをした場合はローンの利子補給を受けることができることになります。上限の金額はご覧の通りになっております。3点目、移転費用、つまり引っ越し代でございますけれども、これの支援がございますのでご承知をいただきたいというふうに思います。ちなみに災害公営住宅を希望される方、こうした方についてもこの1点目と3点目については同様の支援がございますので、それもご承知をいただきたいというふうに思っております。あと支援の内容としましては、この資料には入っていないんですけれども、前回の説明会で、
地の市長が土地の下落がかなりひどいというようなことを踏まえまして、市による買い上げを行う場合には震災のあった3月11日前の土地の価格、これを調査しまして、それで、かさ上げして、上乗せして買い上げるということを申しておりました。ですもので、なんとかこれを実現するべく現在関係各社と調整を図っておりますというところでございますけれども、これは導入したいというふうに思っております。続いて区域内で継続居住を希望される方への支援の内容でございます。と言いましても、基本的には区域の中で、継続居住を推薦すると推奨するというわけにはいかないもので、なかなか支援という言い方はちょっと違和感があるのですけれども、こういう場面を作っております。ですので、最初に説明したいのは、下の方の規制、災害危険区域についてでございます。移転対象エリアの中は、今後、住宅を建築、増改築する場合には制限がかかってくることになります。それが、例えば盛り土をするですとか、基礎を高くするですとか、一階を居宅として利用しないと、そういったような制限がかかってくるということになります。ただし既存の建物には制限がかかりませんので、今のまま継続して居住をしたいという方についてはそれは何の支障もなく住み続けることができるということになっています。で、あと上の方の支援についてでございますけれども、こちらは初めてする話でございます。で、ただこの話次のページで今度区域の外の方に対しても説明いたしますので、そちらの方と同じ説明になりますもので、ここでは説明を簡略化して、それを省略したいと思っておりますけれども、区域の外の方への新たな支援と公平性を保つべきだろうというようなことで、継続居住、区域の中で、継続居住をされるという方に対しても、住宅に大きな被害を受けていれば、何らかの支援を、いくつか考えていきたいというふうに考えております。ここまでが移転対象区域の中の方への説明でございまして、こちらが移転対象区域の外側となってしまった方への新たな支援でございます。災害公営住宅を希望される方につきましては、安い家賃で入っていただくことができるというのが、それが支援でございます。個別移転ですとか、継続居住を希望される方への支援がこちらの画面となっております。まず最初にお断りしなければいけないのが、国の制度上の話でございますけれども、震災時にお住まいだった宅地を市が借り上げることができないということを最初に申し上げておかなければならないという、心苦しいんですけれども、これは言っておかなければならないということでございます。しかしながら2番目ですけれども、新たな支援ということでよく聞いていただきたいんですけれども、前回ですとか、大規模半壊ですとか、あるいは半壊で解体された方、このように防災集大移転の区域の中と同等の家屋被害を受けているというように思われるような方、こうした方につきましては、住宅の建設ですとか購入修繕等に活用をできる支援を現在検討中でございます。検討中とありますのは、先ほど市長公設署の方からも申し上げましたけれども、つい先日数日前に市長の方からこの検討結果を報告しましたところ、区域の外側の人に対しても何らかの支援を検討してあげなければいけないなと、特に家屋の被害を受けた人に対して何らかの支援をしてあげなければいけないなというような指示を授かっております。そのようなことで現在この新たな制度について検討を始めたところでございます。でこの内容につきましては、まだ検討を始めたところということでございますので、まだ今お示しすることはできないんでございますけれども、財政的なことですとか関係機関、議会、こういったところとも調整しながら、必ずや何らかの支援を達成していきたい、導入するというふうに、進めていくということでございます。それでこちらが最後の画面、今後のスケジュールの目標でございます。一番左が防災集団移転の促進事業のフローを示しております。7月頃とありますけれども、それは例えば今日の7月28日などでございますけれども、現在住民説明会を行っております。でこれでもし皆様方の合意を得られるということができれば、次のステップに入っていきたいと思っております。それが8月頃でございますけれども、
を作成しまして、国土交通省との協議に入っていきたいというふうに考えております。その後申請を行いまして、国土交通大臣の同意を得ていきたいと。加えて復興庁からも予算の配分をいただければ、それ以降に事業の着手できるということになります。その際には土地利用の規制の開始ですとか、土地の買取の開始などが始まるというわけでございます。中の列は災害公営住宅のフローを示しております。9月頃に入居者募集というふうにありますけれども、9月の中旬から10月の中旬にかけて、入居者資格を有する方については入居者の募集を始めていくということになっておりますので、希望される方は応募をしていただきたいというふうに思っております。現在の予定では2月中に工事は完成しまして、平成26年の3月に災害公営住宅への入居が果たせるという、そういう予定で進めているところでございます。右の列、これは個別の移転、戸建ての集団移転も含めました個別の移転でございます。すでに移転が済んでいる方についてはまたこれは必要ございませんけれども、移転を検討しておいていただくことになります。その後防災集団移転事業が国によって採択になりました。その後には移転先地の取得ですとか、建築工事、こうしたものを始めていただきたいと思っております。まあ、そのようにすれば、ローンの利子補給ですとか、引っ越し代の支援、こうしたものが受けられるということになっております。注意事項でございますけれども、国の制度上こうした支援が受けられますのは、ですけれども、事業化がされた後ということになっております。でこの事業着手、事業化、同じ意味ですけれども、この事業着手の時期につきましては、復興まちづくり頼りにて対象となるような方々に対して対応していく予定としております。またその都度市の方に問い合わせをいただいても、それは適宜情報提供したいというふうに思っております。以上、このようなことでなんとか防災集団移転を実現させて、皆様の生活の再建を支援したいというふうに考えております。ですので、何とぞ今日のこの内容について、ご理解ですとかご承諾をいただければ、次のステップに移っていきますので、ご理解をよろしくお願いしたいというふうに思っております。私の説明は以上です。はい、説明の方が終わりましたので、これからは皆様のご意見をお聞きする時間といたします。ご意見のある方はお名前を告げてからお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。赤津と言います。よろしくお願いします。エリアについてなんですが、今回、拡張されてですね、私の家の方も入れていただいて、入れていただいたんですが、よく見ると土地が真っ二つになってまして、半分がエリアの中、半分がエリアの外というような感じになっておりまして、まあ、私の方も市の方で買い上げていただきたいなと思うんですが、今のままだと、まあ、おおむね3分の2ぐらいは買い取っていただけるんですけど、その3分の1ぐらいが残ってしまう。で、今後そういう、なんですか、調整といいますか、市の方とこうやれる機会というのはあるんでしょうか。ありがとうございます。赤津さんの土地につきましては、実はよく検討はしております。で、各地割り、船買い、これをよく調査しております。連続して、元の中心の区域から連続して、いる土地というような条件がございましたけれども、今残っている3分の1のところにつきましては、連続しているその方向がちょっと分断された土地の後に存在しておりますので、3分の2の土地については中心の区域から連続しているというふうに判断したんですけれども、残りの3分の1の土地については、どうしても連続しているというふうに判断できなかったので、申し訳ないんですけれども、国の制度上ここまでが限界かなということで、検討した結果が今日示した区域、まさに3分の1と3分の1に分断したというところでございます。3分の2については拡大をなんとかしたいというふうには思っておりますので、そこでなんとかご理解をいただきたいというふうに。ということは、今後、日本の位置は全くないということで、
金の方に協議を進めたいというふうに思っております。区域外のところも何らかの支援はするという話に先ほどあったんですが、そこで何らかの検討はしていただけるのかなとは思うんですけど、お願いできるんですかね。まずどちらの回答については元気の言葉になりますとできないということになっています。でその他先ほども申しましたように家屋に大きな被害があったというようなそういう土地であれば、何らかの支援は考えていきたいというふうに、もしそうでなければちょっと現在のところそこまでまだ財政的な話もありますし、支援については検討していないというところになっております。実際3分の1残ってもどうしようもない私としては、それを信じてもしょうがないのかもしれないですけど、
そういう状況の中で、なぜこういう危険区域と危険区域外っていうのが決められるのか、最初の市長の話では、市長は結局全部この海沿いを危険区域にして、ちゃんとそのサイクリング道路を作るという、そういう話でした。ですけど、その後何の話もなくて、このような状態になってきました。ですから、私たちは当然、もう危険区域とか危険区域外とか、こういうふうに定められるとは思ってもおりませんでした。そうです。皆さん、もう結構危険区域外にいる方がたくさんいると思います。その人たちは皆さん、もう同じような思いで危険区域内にいる人といない人は同じじゃないかと思うんですけども、それをご検討なさるのが市の役目であるし市長の立場だと思います。ですから私たちはそれを待っていたわけですけども、その話が一切ございません。そしてこういうような状況になりました。それを納得してくれと言っても納得できません。どうでしょうか皆さん。だから何所帯がいるんですか。おそらく危険区域内にいる人の方が少ないんじゃないかと思います。全部入れると二つ島から全部入れますと危険区域外の方の方が多いんじゃないかなと私は思っております。その人たちのためにはどのような処置を取るのか、やっぱり最初にそういう説明があって何の納得してくれと言っても、市長のきちんとしたそういうものがないとまた同じようなことをやられるんじゃないかっていう、私たち区域外の人は皆さん不安でいます。まして被災を受けて怖い思いをして、そして心も病んでる中でそういう二重のそういうものを受けるのは本当に辛いと思います。それをなんとかご理解の上で、しっかりと同じようなご検討をお願いいたします。以上です。すみません、副市長の石田です。いろいろ皆さん大変な思いされていると思います。で、この説明会、今月の初めに一度行っておりまして、一度最初の地図を差し上げて、ただいろいろ皆さんご意見があるでしょうということで、個別に一件一件全部話を聞くようにという市長からの命令で、そこは丁寧にやらせていただいたのかなというふうには思ってるんですが、それでさっきの地図見ていただきますと、この1ヶ月で皆さんとお話をさせていただいて、なんとかエリア拡大できたのが赤い車線で染めてたところなんですけれども、危険地域に指定するっていうのは波が来て2メートルの波が来てここは危険でしたよっていうことなので、土台例えば飛び地になっちゃったところ、理屈上波が来ました、ここまで2メートルです、で何軒か置いてそっちも2メートルですっていうのは国に対しても説明がつきませんので、その連続した土地ですよっていうのは多分前回もご理解いただいたのかなと思います。それで皆さんのご意向を踏まえて、なんとかここまで大きくしていったということなんですが、多分本田さんの土地はもうちょっと上の方なのかなと思うんですね。ですから、ただそこもやはり海際から例えば5軒連続してみんなで移転したいんだよということであれば、この防災集団移転っていう国の制度には乗れますので、そこはまた、今回この区域は一度まとめて別な区域というのはまたそんな形でやれればいいのかなと思うんですけれども、一回とにかくこれで今日の目的としては前回お話をさせていただいた、それから皆さんにいろいろお話をいただいてお話を聞いてエリアを拡大しました。これで一回国の方に申請させてくださいというのが今日の趣旨です。それともう一つ、今お話あったようにどうしても国の制度を変えるところまではいきませんので、これ東北も
東北3県も同じ制度ですから、ただうちの市はやはり皆さんお苦しみは同じだということで、この区域外になった人にも何らか の措置をしましょうということで、市独自で検討を始まったということなんですね。でそれが例えばこんな風にしますよ、いくらいくらにしますよというところまではまだそこまではいかないんですが、なんとかしますっていうのは市の市長が最初にお約束した通りでございますので、そこはお待ちいただきたいなと思うんです。ただ今回やはりまた揉めてしまいますとですね、一歩進みませんから、このまとまった地域で申請するのは皆さんいかがでしょうかっていうのをどうしても今日皆さんの意見を聞きたいんです。でここで区域内、区域外がありました。じゃあ区域外にこういう支援をしますって今本当に今一生懸命検討してます。それでどうしても区域外で5件まとまったと、ここがまとまったんだったら、例えば菰田さんの方も近隣5件がまとまれば、それでもう一回移転の防災集団移転という形で確認が事業化ができると思いますので、そこは全く可能性がないというわけではないんですが、今回この地域を申請してよろしいでしょうかっていうのをとりあえず皆さんに、他を排除するっていうことではないんですよ。ここの地域をまとめて防災集団移転っていう事業を国に申請してよろしいですかっていうのを今日やりたい説明会なんですね。で皆さんとにかくこの区域内の人も外の人もあると思いますので、その外になった方も多分他の市町村は切り捨てちゃうと思うんですが、豊田市長はそんなことしませんので、そこはなんとか助ける方法をみんなで見つけようという検討を今始めてますから、そこは市長を信用してちょっと時間を若干いただきたい。ただ今回この集団移転の区域すら決まらないとまた堂々巡りになってしまいますから、なんとか今日これでお認めいただきたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。この区域で国交省と協議に入ってとりあえずよろしいでしょうか。そこで小松さんの家を中心にして5軒の方が海際から5軒の方が集まれば、そこは防災集団移転の事業としてもう一つ成り立つということです。別な事業が別な箇所で成り立つという。ですから隣接して5軒以上、例えばですね、こういうところに5軒ありましたとであれば、また新たな防災集団移転事業として申請することは可能ですということです。危険地域っていうのは波がこういうふうに押し寄せていくわけですよね。ですからここは一個決まりました。ただここから離れてこの辺りの方ですね、この辺りの方が移転しないよう危険地域に指定されるの嫌だよって言いながら、こういうところで5件まとまっても飛び地になってしまうとここは認められないということです。ただ海際から例えばここに5件集まりましたってことであれば、新たな地域としては可能ですということです。分かりました。それで証明してもらえばいい。だって建てちゃった人はどうするんですか。うちの近くで海側に住んでたんですよね。区域外だったんですよね。そして海側に住んでいて、波によってお家壊されちゃったんですよ。そしてうちなくなっちゃったんですよ。そして周りの人たちはもうすでにうちを建てちゃったんですよね。もう引っ越してね、だからうちの方は5軒まとまんないわけなんですよ。でもそういった土地は残ってますよね。うちはなくても。でそういう人たちの署名を集めて
誤見になれば認められるんですか？認められないです。建物の隣の人はもうすでに家を壊して、他のところに家を建てちゃいましたと、でも土地は登ってますので、例えばお宅の土地が隣がそういう方で、その地続きで保険が詰まれば、それは無賃用化は可能です。わかりました。いずれにしても、ここの地域が危険ですよっていう指定をして、だから市が買い上げます。税金で土地を買い上げて皆さんに安全なところに移ってもらうんですよっていうのがこの事業のベースの考え方なので、一点だけポツっていうエリア指定ができませんから、それが5件という最小の単位なんです。でそれが5件がボツンボツンボツンだと、真ん中のところは危険じゃないのかって、これ利用が崩れちゃいますから、ある程度まとまんなきゃいけないです。ずっと集めればいいわけでしょ。ずっとそうね。でそれが苦肉の策で、例えばこういうふうになってるわけですよね。こうもしここにお集まりだったら大変申し訳ないんですけども、多分残りたいって、残りたいっていう方はこういうふうにいるから、なるべく最大限皆さんの意見をって言って、こうやってこうやって、これだったら津波がこんな風に来ましたっていう風に国に言えるかなっていう範囲がこれなんです。普通に考えれば道路一本でこうここまでですってやれるんですが、それだと意向に添えないので、一件一件聞いて回って、じゃあここはこうやって拡大しましょう、こうやって拡大しましょうってやってた地図がこれなんです。で多分皆さんおっしゃってるのは、例えばこういう地域だとかだと思うので、それは海沿いの5県、海沿いから5県、こんな風でもいいと思うんですよね。こんな風でもいいと思うんですよね。ただ海沿いを残しちゃって、こういうところに5県まとまりましたって言っても、これここだけ2メートル来ましたっていうのは証明できないので、海沿いから5県という形で考えていただければ。ちょっといいですか？海側のところの緑川です。右側のところの堤防の、ちょっとこう出てるんですよ。いいか。あ、そう。あと一つ。それはどういう意味ですか？それ。はい、ちょっとわかんない。あまり深い意味はなくてですね。この土地の筆と同じだったという、ただそれだけです。あまり問題とあまり関係ない。単純な話です。この筆と同じ一体だったので、ただそれだけです。市のスタンスはですね、なるべく市民の皆さんにいっぱい利益が及ぶようにっていうのかな、一銭でも多く入って、ちょっとでも広い土地を買い上げてあげたいなっていうベースでやってますので、そこだけですね、ご理解いただければと思います。なるべく意向に沿うようにっていうことで時間もかけましたし、やってまいりましたので、まだまだ足りないっていうご指摘はもちろんあると思うんですね。 100% っていうのはもう皆さん流されて辛い目に遭ってるわけですから、行かないとは、何やったって行かないとは思うんですが、なるべくとにかく市民の皆様にご理解いただいて、少しでも少しは助かったなって思ってもらえるようにっていうのはベースでやっておりますので、またご意見いただければなとは思うんですが、そこはご理解いただければありがたいなというふうに思います。散歩までの聞きたいんですけど、私のうちは国土区っていうから、踏切がありまして、踏切がありました。私ゆうきと申します。踏切がありまして、ちょっと前失礼させていただきますここら辺です。ここです。それ3軒あるんですね。前は野口藤子さんのアバトです。それでうちは津波がこう坂になってる真ん中あたりまで津波が来ました。そしてうちは高く見えるけども、台風の時でも、もう道路川になってしまうんですね。だから今回津波ではかなり水入ってるんです。で大規模半壊なんですけども全滅です。仕事も何もできました。もう機械も何にもやられました。大変でした。でそういうのをこっちは全然解決しないということで、でもほら
以外の方のあれも考えてるっていう、その市長さんのお考えをね、お聞きしましたから、ちょっと安心したんですけども、津波、国道乗り越えて線路乗り越えて川があるもんですから、まともに直接私の家来ちゃったんです。だから家が一番低いんですね。だから必ず台風だなって言うと消防署も来てます。だからその辺はどうなのかなと思って今ちょっと聞きました。緑川さんの土地の状況についても一応調査して把握しております。で、先ほどのところです。ゆうきさんのお壁についても調査して把握しております。先ほどと同じ説明なんですけれども、この中心の部分から連続していれば空気に入れることは可能というふうに考えてはおるんですけれども、危険度もほぼ同等かなというふうには、そこまでは考えられたんですけれども、なかなかもう一つの条件の方がクリアできなかったもので、区域の外側ということで今しております。その川が何としても抑えることができないし、川を抑えることできないし、これからあれするにしたってもっと危険ですね。三軒はね、うちが一番床上、渡辺さんが床ギリギリ、小野さんは床玄関ギリギリ、三軒だから本当に関係しかないんです。全部壊しました。で、もう後ろうちもそこで帰ったんです。なんかよく見てくださったんだかどうかわかんないんですけども、もう本当にひどいもんです。ゆうきさん、本当に、被災後に疑問もなくて大変でしたよね。被災後にもいろいろお話しさせていただいたんですが、そういったこともあって、国の制度ですとバツッと切られてしまうんですが、豊田市長がやはり、波を受けたっていう声を思いされて、危険な地域っていう、危険っていうのかな、辛い思いされたっていうことは同じなので、そこで市独自でなんとか、制度を作りたいということで申しておりますので、そこの前で怒れてね、安田さんも亡くなったわけですから、かなり低くなってるんです。よろしくお願いします。はい、わかりました。市長にしっかり伝えて、私たちも検討したいと思います。すいません、次の方に行くといいですか。後々ご県はつまらないだろうっていうか、その土地をどうするべきかと私は考えて、母はこちらのアパートに住むと思います。ただ豊田市長がおっしゃるその検討中という内容ですが、土地をそこに再建すると言われても母は脳を組めません。そこの土地を私たちどうすればいいか分かりません。でも支援の内容ですかね、その土地をどうすることもできない、そうこの活用することもできない、区域も入らない、津波がもし来たら2メートル以上はそらっとまた来てしまうような土地に家を建てることもできない、そうなるとまあ諦めるしかないっていうことがあるのが、なので豊田市長がおっしゃってる今後何かしらの支援っていうのを私はすごくしたい、お願いしたいなっていうことを今後ぜひ市長さんに伝えてくださったらなと思います。しっかり伝えてですね、私たちも本当か皆さん の支援が少しでも厚くなるように取り組んでいきたいなと思います。ただ今回どれぐらいの方がここに入られて、区域外の方がどれぐらいいらっしゃるかというのも把握しませんと、全体予算をどれぐらいにとって、区域外の人にどれぐらいの支援ができるかというのもスタートしていかないんですね。で今例えばじゃあ5分まとめようかっていう気分が区域代わりになったことでまたまとまってくればさらにまた進むと思うんですね。これ今の上の方の海側の地域でもですから、そこも皆さん、今日の説明会の意味っていうのもちょっと、皆さんの中でもお踏み置きいただければありがたいかなと思うんですね。やっぱり我々としてみれば進めたいんですよ。
なんでかというと、やっぱり早く進めば早いほど、例えば今度、災害公営住宅に入りますって言った時だって、引っ越し代が出るとか、いろんな事業化が認定されれば、また、メリットのある制度が出てくると思いますので、なんとか制度を進めたいなと思いますので、そこをご理解いただければありがたいなというふうに思います。緑川と申します。私、個別移転の方を希望なんですけれども、これを見ますと移転先を検討してください。移転先地の取得、建築工事、支援が受けられるのは事業化されてからとなりますということを書いてございますね。そうしますと、これ自分で全部やれということなんでしょうかね。現在今度このエリアの中の一歩先に出ることには私賛成なんですけれども、そうなると、どこから手をつけたらいいのかなって、正直全部地を直したりとか、そういうふうにして今進める状態にはなっておりますので、その時に結局お金もないですよね、全部使っちゃいまして、そうなるとこれどうすればいいのかなって、正直今のところ考えさせられるんですけども、市としてはこの辺にこういうふうにするとかっていうような移転のあれはないんでしょうか。ですね、とりあえず国権の方が集団してまとまって移転したということでしたらば、市の方として造成をして、その土地を提供することが、提供というか、提供といっても、変えていただかなきゃならないですが、ちょっとまとまったと造成地を作ることが可能なのですが、今のこの段階も、産経しか取りませんので、そういう方の造成地を造成する費用は、今のところ国から出る予定はないんです、今の段階では。それで先ほど市長も先ほどから言ってますけども、そういった形でも何らかの支援ということも一応指示されてますので、ここに土地がありますよ、あそこに土地がありますよという情報提供と、ここはすぐ建てることが可能ですよという、そういった土地の情報提供はうちの方としてできるかと思います。ありがとうございました。そのご説明は十分分かったんですけれども、とにかく今何年かのうちにこうしなさいということだろうと、これは思うんですよね。そうじゃなくて期限とかそういうことにはないんでしょう。国の復興期間が平成27年度までということになっておりますので、このところ目標は、そこまでに移転をしていただきたいというふうに考えています。ただもし移転しないという選択肢を選ぶというのも、それは本当はありますけれども、その場合にはローンの利子補給ですとか、そういったような支援が受けられなくなってしまう可能性が大ですということになっております。役所というのは、こういう部分にしてあれなんだ、努力しないとダメだ。今日もお話聞いてますと、エリア内外ってこともありますし、エリアの中でも災害公営住宅に入るのか個別移転なのかということで、あるいは継続してそこに住みたいということの方もいらっしゃるし、100人いらっしゃれば100通りの事情があると思うんですね。で、市としましては10波1川目ではこういう問題はいかないと思うんです。で、その土地の形状もあると思うし、今そこに家を建てちゃったとか建てなかったとか直しちゃってお金使っちゃったとか、いろんな状況があると思いますので、個別で丁寧にご相談を今後もさせていただいてですね、なるべく10人いれば100人いれば100通りの事業をやるようなつもりで皆さんとお話をさせていきたいと、いただきたいというのはお約束したいと思います。市長からも丁寧に対応しろよというのは常日頃言われておりますので、そこはお約束したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。他にご質問ございますでしょうか。
すみません、ご質問ないようであれば、最後もう一度お伺いしたいんですが、今も申し上げましたように、それぞれのご事情はあると思いますので、今後も今日でこれで終わりってことではなくて、これからもそれぞれ丁寧に一件一件ご相談をさせていただくということを前提にしてですね、今回今日お示しさせていただいた、エリアで防災集団移転の事業内容を、来月国交省の方に申請するという形を取らせていただきたい、とりあえず一歩前に進みたいというふうに私たち考えているんですが、よろしいでしょうか。もしよろしければ拍手をいただきます。本当に、ちょっと込み上げるものがございました。じゃあもう一度伺いたいと思います。今日この内容で8月国交省と協議をさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。いろいろご不満のある方もいらっしゃると思うんですが、とりあえず前に一歩これで進まさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。私たち本当に一生懸命やらせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。これをもちまして説明会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。